まあ、魯山人が言ってるように、器は料理の着物であるというふうに言ってますので、器があって料理があってなおかつ室内があって多分お料理というのは総合芸術なのでそういう意味ではあの器もなんかいろんなバリエーションがあっていいかなと思ってます。これあの日本独特の文化だと思ってるんですけれども、まあ、そういう土壌があって、おかげさまで、皆さんに喜んでいただいたっていうですね。あとはそうですねあのここ の, あの若いお料理人さんオーナーが一生懸命ですのでまあ、それに少しでもお手伝いができればというような